キングプリンスへの平野仕様、名古屋弁発言が話題に、ツイッタートレンド入りの理由とはジャニーズの人気グループ、キングプリンスのメンバーであり、愛知県出身の平野仕様25が27日に TBS 系列の番組、モニタリングにゲスト出演しました。 そのロケ撮影中に予想外のピンチに遭遇し、思わず名古屋弁を口走ってしまい、ツイッター上で名古屋弁がトレンド入りするほどの話題となりました。この番組では平野が東京都内の日野高校をサプライズ訪問し、生徒たちの反応を見るという内容でした。その中で、 平野は教室のロッカーに隠れて生徒たちを驚かせる場面がありましたが、実はこれは平野自身を驚かす逆ドッキリ企画でした。平野がロッカーに忍び込んでいる最中、教室では男子生徒が女子生徒に告白するシーンが展開されました。その瞬間を扉越しに見つめる平野の前で、男子生徒はショックながらもふらべてしまいます。 この一連の出来事が演技であることを知らない平野は、緊迫した雰囲気の中でタイミングを見失い、なかなか飛び出せませんでした。しかし、ついに見つかってしまい、生徒たちを励ますために、決意を持ってロッカーから姿を現しました。その際、生徒から、全部見ていたんですかと尋ねられた平野は、え、めっちゃ見てた。と、白状。 そして、落ち込んでいる生徒に対して、マジでごめん。と謝罪しそんな展開になると思うはなんだ。と同様のあまり、地元の名古屋弁が口をついて出てしまいました。この出来事にスタジオ出演者たちはビデオを見ながら驚き、シはなんだシはなんだって何ですかとざわつき、はじめツイッター上でも、すぐに名古屋弁がトレンド入りする事態となりました。 シワなんだという表現はなんだという言葉に打ち消しの意味を持たせる助動詞であり愛知県異性の地域でよく使われる言葉ですが一般の視聴者にはあまり馴染みがなく多くの人が戸惑ったようです。ツイッター上では名古屋弁を使用した漫画80カメちゃん観察日記の作者である安藤忠しはじめさん30がシワなんだって名古屋弁なんですか知りませんでした。 とツイートし、視聴者たちも、天パって、シワなんだ、が出てきた平野さん、やはり名古屋人だね、紫輝くん、予想外の展開で名古屋弁が出ちゃってるよ。死はなんだってまさかの愛知の方言だ。などのコメントを次々に投稿しました。 平野紫耀の名古屋弁の一言が予想外の反響を呼んだこの出来事は彼のファンだけでなく一般の視聴者にも大きな魅力を与えました。彼の地元愛知県出身であることを改めて実感させるエピソードとなり平野の人気が一層高まったことは間違いありません。今後も彼の活躍から目が離せません。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。